皆様、こんにちは。静岡県立大学、オープンキャンパス2020の、模擬授業として、ここでは、免疫系の仕組みと、腸内細菌について紹介したいと思います。私は、薬学研究科、免疫微生物学教室の梅本と言います。皆さんは、最近、新型コロナウイルスの報道等で、免疫という言葉を耳にする人も多いと思います。では、この免疫というのはどういうものでしょうか。免疫とは、文字通り、疫を免れる、病気を免れるということから来ています。英語では、イミニティということを言います。これは、ラテン語の、イミニタスという言葉から来ているそうです。これは年貢や使役から免れること、免除されることをもともとは意味すると、そういう言葉が来ているそうです。そしてこのイミニティというのは、この免疫を獲得することによって、次の病原体による感染から免れると、その現象を指して免疫と、イミニティということを言うようになったそうです。つまり、免疫とは、病原体や、がん細胞などの、異物を、認識して排除する、そういう、生態システムのことを言います。はい、それでは、免疫系が機能しなくなったらどうなるでしょうか。例えば、後天性免疫不全症候群、エイジスという病気があります。この病気は、体を守るはずの、免疫細胞、リンパ球などが HIV ウイルスに侵されてしまうという病気です。その結果、体の免疫力が低下してしまうと。そして、普通の生活ではかかりにくいような日和見感染が起きてしまいます。例えば、ヘルペスウイルスというウイルスがいます。このウイルスは、通常の生活では、それほど、恐れることはないわけですけども、エイズの患者さんでは、カポジ肉腫というような、病気、疾患を引き起こすことがあります。その結果、命に、危険が及ぶことも起こり得ます。このように、エイズの患者さんでは、HIV ウイルスが、直接的に、疾患、病気を引き起こすというよりも、免疫機能を低下させることによって、その結果、他の病気にかかりやすくなると。そして、その、他の病気によって、命が蝕まれてしまうことがあるということです。それでは、歴史的に見て、免疫が、国の、命運を決めてしまった例を紹介したいと思います。紀元前5世紀頃、カルタゴという昔大きな国がありましたが、このカルタゴ軍がギリシャの植民都市、シチリア島のシラクサという都市を侵攻しました。ところが、この時伝染病が発生します。おそらくペストのようなものだったと言われていますけれども、ちょうどこの時にペストが伝染病が発生しました。その結果、両軍とも甚大な被害が生じてしまって、カルタゴ軍はシラクサから撤退するということが起こりました。つまり、病原体が戦争をストップさせたということになります。その後、カルタゴ軍は栄えて、8年後、再び、シラクサの軍を攻めていこうとしました。カルタゴ軍は、この時、若い兵士や、外国の傭兵をたくさん集めて、十分大きい軍隊を、作りました。一方、シラクサ軍は疲弊してしまって、若い兵士を集めることができません。やむなく生き残った老兵で軍を組織します。そしてどうなったかと言いますと、実はこの時に、同じ伝染病が発生してしまいます。その結果、免疫がない、カルタゴ軍は大打撃を受けると。ところが、シラクサの、軍の兵隊たちは、一回昔に、伝染病にかかって免疫ができていましたので、病気に対して打ち勝つことができたと。その結果、この時、シラクサの軍は、勝利を収めることができたということになります。つまり、免疫の有無が、この、カルタゴとシラクサの、戦争の勝敗を決めてしまったというような例になります。それでは、実際に、白血球、つまり免疫細胞がどのように体、私たちの体を守っているかを見ていきたいと思います。
白血球、免疫細胞は大きく分けると、リンパ球、顆粒球、それから単球やマクロファージのグループの、この3つに分けることができます。中でもこのリンパ球は、T 細胞や B 細胞、ナチュラルキラー細胞、NK 細胞といった細胞に分けることができます。そしてこの T 細胞の中でも、例えばこのキラー T 細胞という細胞は、ウイルスに感染した細胞をやっつけて、やっつけることによって感染細胞を殺してしまいます。こういうこの感染細胞を殺すということで、ウイルスを体から除去するということをするわけです。一方、このリンパ球の中でも B 細胞という細胞は抗体を作ることができて、この抗体によって病原体を排除するということをします。一方、マクロファージや樹状細胞、好中球といったような細胞は直接病原体を食べるということをします。こういった細胞は細菌などの病原体を鈍食して細胞の中で消化してしまいます。というように、こういった細胞は病原体を食べるということで病原体を取り除きます。それでは実際にマクロファージが細菌を食べる姿を見てもらいたいと思います。ここにマクロファージがいます。ラットのマクロファージがいて、こちらに肺炎球菌という細菌が塊になっているのがわかります。このマクロファージが細菌の方に近寄っていって、この細菌を包み込むようにして食べていくのが見ていただけるかと思います。こういった触手を伸ばしてずっと細菌を包み込んでどんどん食べていきます。こちらの塊もマクロファージで捕食されてしまいました。そして鈍食された細菌がこのように細かい、このマクロファージの中で細かい粒々になっていく、つまり消化されていくのが見ていただけるかと思います。このようにマクロファージは非常に効率よく細菌を食べるということができます。なお、この画像は株式会社タイムラプスビジョンよりご供与いただきました。このように免疫系はいろいろな細胞から成り立つわけですけれども、大きく分けると自然免疫と獲得免疫に分けることができます。自然免疫は生まれながら備えている免疫という意味で、マクロファージや樹状細胞が反応の中心になります。一方、獲得免疫は病原体などの異物に出会ってから特異性が獲得されるという意味で、獲得免疫という言い方をして、 T 細胞や B 細胞といったリンパ球が中心的な役割を果たします。この自然免疫系は認識する分子がはあまり特異的ではありません。病原体に特徴的なパターンというのがあって、そういったパターンを認識すると。したがって認識する分子というのはあまり多様ではありません。しかし免疫を起こすまでの時間が非常に早いということ、それからほとんど全ての生物が持っている、植物も持っているというような仕組みになります。一方、獲得免疫は認識する分子が非常に特異的です。そして、そのために認識する分子も非常に多様性に富んでいて、極めて多種類の分子に反応することができます。しかし、反応を起こすまでの時間には時間がかかります。だいたい5日から1週間ぐらいかかるということで、これは高等生物だけが持つ仕組みということになります。そして、この獲得免疫にはこんなふうな特徴があります。一つは抗原特異性というものです。つまり非常に細かく病原体を見分けることができます。例えばこのハシカを攻撃する、ハシカの攻撃体はハシカウイルスを攻撃することができます。しかしオタフクカゼのウイルスに対しては攻撃することができない、何もすることができないということになります。それから多様性という特徴があります。
多様であれば、どんな敵でもやっつけることができると。例えば、はしか攻撃隊ははしかをやっつけることができる。天然痘攻撃隊、百日咳攻撃隊、もちろん、新型コロナをやっつける、攻撃隊というものもいます。このように、極めて多種類からなるという、特徴があります。しかし、獲得免疫系は、自己寛容といって、自分の体は攻撃しないという特徴があります。異物に対して攻撃することはできるわけですけれども、自己成分、自分の体に対しては、攻撃しないと、何もしないという特徴があります。また、免疫の、名前のもとになっている、免疫記憶という、特徴があります。1回かかってその病原体に打ち勝つことができたら、2回目は、速やかにその、病原体を排除することができるということになります。自然免疫系の特徴としては、まず先ほどの動画でお示ししたような病原体を食べるというような特徴が挙げられます。食べられる病原体があれば、どん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 食べていって消化するということをします。しかし、自然免疫系はそれだけではありません。例えば、樹状細胞といった細胞は病原体のセンサーというものを持っています。そして、病原体センサーでその病原体を感知すると、活性化して、周りにいるリンパ球を活性化するということをします。すなわち、病原体センサーがあることで、獲得免疫系が働くと。獲得免疫系が働くためには、この自然免疫系が持っている病原体センサーの作用が重要であるということでが言えます。この病原体センサーは1990年の後半から2000年にかけて、その非常に詳しい仕組みが明らかになってきた。免疫学にとってはすごい大きな発見となりました。このように免疫系は自然免疫系と獲得免疫系が協調して働くということが非常に大事になってきます。はい、それでは、免疫細胞は体のどこにいるでしょうか？実は、免疫細胞は、体のいろいろなところにいます。例えば、リンパ球が生まれる、胸腺や、骨髄といったところもありますし、免疫細胞が働く、場所であるリンパ節や脾臓といった、ところもあります。このリンパ節は、体の至るところにあって、体中で、100個以上あると言われています。そして、こういった、体中にある、免疫系の細胞を集めると、人の体内には大体2兆個、2×10 の、12兆個の、リンパ球が存在するとされています。そして、その細胞数は肝臓や、脳に匹敵するというふうにも言われています。しかし、こういった体の中で免疫細胞が実は一番多くいるのは腸管です。免疫細胞の大体6割近くが腸管に存在するとも言われています。それでは、腸管にいる免疫細胞がどういうことをしているかというのを考えるために、腸内細菌というものを考えたいと思います。この図は、人の粘膜表面にいる、常在細菌の、割合を、示したものです。大体、人の場合、体内に約1000種類、10の10、14兆個の、つまり100兆個の、常在細菌が存在すると言われています。そして、この数は、人の細胞数よりも多いということになります。そして、その大半は、消化管、口や、食道や、大腸、こういった消化管に多く存在します。合計すると、1から1.5キロぐらいあるというふうに言われています。では、腸内細菌が体でどういう働きをしているのかと言いますと、最近いろいろ、私たちの体と、密接に結びつくということが分かってきました。免疫細胞を活性化したり、腸管上皮細胞のバリア機能を更新するというだけでなく、ビタミンも合成したり、病原体の感染を防御する
いうことから、あるいは皮膚の生理機能を、司ったり、脂質代謝や糖代謝、肝臓の機能を活性化したりと、血圧や血糖を制御すると、そういうことまで、最近では言われてきています。また、逆に疾患とも病気とも関連があるというふうにも言われています。腸内細菌層の乱れを、ディスバイオーシスというふうに言うわけですけれども、ディスバイオーシスが一因となる、疾患としては、炎症性腸疾患や、肥満、糖尿病、がん、肝疾患、動脈硬化、自己免疫疾患、アレルギー、そして、自閉症というものまで、挙げられるようになりました。このように腸内細菌は私たちの健康と非常に密接に結びついています。それでは、この免疫細胞がお腹のどこにいるのかというのを示すのがこの図になります。腸管はこういうふうな絨毛があるわけですけども、その絨毛に時々こういうパイル板というような組織があったりします。写真でお示ししますと、こんなふうに腸管のところどころにボコとボコボコと白い塊が目でも見ることができます。これはマウスのパイル板ですけども、目で見ることもできます。一方、このパイル板の他にも、この腸管の絨毛の中にも多く免疫細胞が存在しています。例えば、この上皮と上皮の間、上皮の間にいるようなリンパ球もいますし、この絨毛の上皮の下の部分、こういった中にいる免疫細胞もいます。そして、これらの免疫細胞というのは、腸管に非常に特徴的な性質を持っています。この上皮の間にいるような上皮細胞間リンパ球というのもいますし、免疫グロブリンの中でも IgA という特殊な免疫グロブリンを持って産生するような B 細胞もいます。あるいは腸管に独特な T 細胞集団もいます。そして、この腸管の免疫系は、本来異物であるはずの腸内細菌や、食物、普段、食べる食べ物に、ほとんど反応しない仕組みというのを持っています。それはどうしてかというのをこれから考えていきたいと思います。これ、先ほどお示ししました白血球の種類を表したものですけれども、このリンパ球の中でも T 細胞、この T 細胞の中でも、この制御性 T 細胞という細胞がいます。この制御性 T 細胞というのは、免疫系を負に制御して、過剰な免疫応答を抑制します。例えば、制御性 T 細胞がないと、自己免疫疾患や炎症性腸疾患になったりします。そして、この制御性 T 細胞は腸管に多く存在するということが分かってきました。はい、最近では腸内細菌がどのようにこの制御性 T 細胞を誘導してくるかと、その仕組みが明らかになってきました。食事から摂る食物繊維を分解する菌の中にクロストリジウムという腸内細菌がいます。このクロストリジウムは食物繊維を分解して酪酸と呼ばれる短鎖脂肪酸を生み出します。酪酸は分解していない T 細胞に作用して、この制御性 T 細胞という T 細胞を誘導します。その結果、この制御性 T 細胞は過剰な免疫反応を抑えたり炎症反応を抑えるということをします。このように制御性 T 細胞が分化するためには、特定の腸内細菌と食べ物、食物繊維を両方が大事ということが明らかになってきました。腸管にはその他にも変わったマクロファージがいます。これ腸管の絨毛ですけども、その腸管の一部にマクロファージがいます。このマクロファージは、この腸管上皮からこういうふうに腸管の管腔に向かって手を出すと、樹状突起と呼ばれる触手のような構造
出すというのが明らかになってきました。これはマクロファージが緑色の蛍光を発するそういったマウスの腸管ですけれども、こういうふうにマクロファージが腸管、これが腸管の上皮細胞の境目ですけれども、そこから手を出すというのが分かっていただけると思います。このように小腸のマクロファージは上皮細胞から樹状突起を伸ばすということによって、この管腔にある抗原、腸内細菌などを取り込むというのが明らかになっています。そして私たちの研究によって、腸内細菌が作る乳酸やピルビン酸が小腸マクロファージのこの樹状突起を伸ばすということが明らかになってきました。マウスに乳酸やピルビン酸を3週間経口投与してから経口顕微鏡で観察すると、小腸絨毛の顕微鏡解析をするといったことを行いました。そうすると、こういう本当はこういうふうに絨毛があるわけですけれども、そこからマクロファージがこういうふうに、普通であればこれくらい手を伸ばすということが分かるのですが、乳酸やピルビン酸を投与すると、このように管腔に向かってたくさんの樹状突起を伸長するということが明らかになってきました。すなわち、腸内細菌由来の乳酸や、ピルビン酸、こういったものが、この腸管の、マクロファージの、この樹状突起を伸ばすと、その結果、マクロファージは、病原性細菌なんかを、うまく取り込むことによって、病原細菌に対する免疫反応が上がると、その結果、病原細菌に対する抵抗性が高まるということが分かってきました。乳酸やピルビン酸がないと、そういったことは起こずに、うまく、病原体細菌に対する免疫が働きません。これが、乳酸や、ピルビン酸の構造ですけれども、先ほどお示ししました酪酸と非常に構造が似ているというのが分かってもらえると思います。このように腸内細菌はとてもいろんな種類の代謝産物を出すと、そしてその腸内細菌はそれぞれ違った作用を持つということが明らかになってきました。このようにとても近い構造をしているわけですけれども、その働き方は全然違うということが分かってきたわけです。それでは今回の模擬授業のまとめを行いたいと思います。私たちの体には多くの免疫細胞が存在していますけれども、種々の免疫細胞が協調して働くことで、免疫細胞は病原体から私たちの体を守っています。腸管組織には腸管に特徴的な免疫細胞が集団が数多く存在します。そして腸内細菌は腸管免疫系に大きな影響を及ぼしています。私たちの研究室では腸内細菌由来の代謝物が健康維持や疾患治療の新しい標的となるかということを長期的な課題と捉えて研究しています。そして静岡県立大学の薬学部では、こういったことの関連分野として免疫学や微生物学の授業を提供しています。今回のオープンキャンパスはインターネット上ということで行っていますけれども、一人でも多くの皆さんが静岡県立大学や静岡県立大学で行っている研究に関心を持ってもらえたら嬉しいというふうに思っていますし、4月以降に実際に皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それではご清聴ありがとうございました。